ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、ふなっぴーも元気ですよ。シティアットホームって言った具合でやってきますよね。今日はね、あのおしゃれなスタバに行ってまいりました。はい、大学芋を丸ごと1個ブレンドした秋の味覚でございます。はい、さつまいものね、素材感がね、もう十分にね、楽しめるっていうお飲み物なんですよ。はい、こちらですね。はい、持って帰ってまいりました。はい、大学芋フラペチーノでございます。はい、ね、590円、397kcalとなっております。はい、こちらね、実食レポしていきたいと思います。はい、それでは乾杯しましょう。今日はね、サントリーのね、新しいやつですね。キリッとしたうまさっていうやつですね。ドライ。はい、こちらをいただきたいと思います。いや、飲み物にね、飲むっていうのもまたいいんじゃないですか？はい、乾杯、チーズ。ああ、サイダーの味だけどガツッとしてね、アルコールのね、味がしますね。うん、すっきりしてますね。はい、それではこちらいただきたいと思います。はい、大学芋フラペチーノでございます。いただきますって言っていいんでしょうかね。いただきますってね。はい、開けてまいりましょう。ちょっとね、もうね、テイクアウトだったんで、もっとこうボリュームがあったんですけれども、ちょっとね、溶けかかってしまいました。はい、こちらですね。上はこんな感じね。はいね、超濃厚な感じですね。はい、このね、ホイップのクリームの上にはね、はい、黒ごまとスイートポテトシロップが乗っておりますね。はいね、そこのね、黄金色のね、マブル模様とそこのね、やつも同じですね。はい、スイートポテトシロップでございますね、こちらね。はい、大学芋のね、蜜をね、イメージしてるそうですよ。はいはい、じゃあ上のね、このホイップ、ちょっと、あ、シュワって言ってますね、シュワって。うん、このね、柔らかくてね、甘いホイップがね、いいですね。そしてね、上のこのね、黒ごまがね、ちょっとね、塩気をね、感じるんですね。で、噛むごとにね、この黒ごまのね、味がいいですね。はい、といった感じでね、この大きなストローでいただきたいと思いますね。これ大きいっていうことは、何か固形物があるってことですよね。はい、じゃあザクッといって、うわ、驚くほどの味ですね、こちら。超ね、ねっとりしたね、お芋がね、中にね、入っておりますね。そしてね、乱切りされたね、お芋がね、ちょっとね、口に当たるような感じですね。本当にね、大学芋をね、食べているのじゃないのってね、錯覚するようなね、お飲み物でございますよ。そしてね、最後ね、お持ち帰りとはいえね、まだね、シャリッとしたね、食感が残っております。だからね、こう濃厚なね、お芋の甘さと一緒に、シャリッとしたね、食感がまたいいですね。はい、すっきりしまって、最後はね、はい、甘さの中にね、最後はこうすっきり飲めるような感じになっております。はい、うわ、濃厚、こんなね、大学芋はちょっと食べたことないわっていう感じですね。ちょっとおしゃれだな。で、またね、このアクセントの黒ごまはいいですね。あのね、香ばしくてね、本当にね、いいアクセントになってます、黒ごまでね。うん、ちょっと口直し、本当にね、つぶつぶのお芋がね、口の中でね、残るんですね。その食感たるや、またいいですね。また飲みに行きたいですね、こちらね。お店で飲んだらまたね、一味違うんじゃないですか。これはもう、大学芋そのものでございますよ。はい、じゃあね、ちょっとそこの方をね、すくってお見せしたいと思いますよ。よいしょ。はい、ほらほら、こんな感じ、見えますか、つぶつぶ、こんな感じになっております。はい、うん、冷たいけど美味しい。
うん、最初濃厚な、ね、甘さが残るんですけどね、最後は本当にねこのフラペチーノがねすっきりさせてくれますね。はい、このねスイートシロップのね濃厚な甘さ、そしてね 黒ごまの香ばしさ、ギュッと凝縮された、はい、フラッペですね。さっぱり、後味すっきり、ほっこり安らげる、はい、フラッペでなっておりますね。こんなねお飲み物はふなぴ初めて飲みました、いや食べましたですかね。はいはい、といった具合でね今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。